聞こえてますか？見えてますか？大丈夫でしょうか？ちょっと設定をさせてください。皆さん見えてる？こんばんは。見えてるね。あ、よかった。聞こえてますか皆さん？しゅうすけさん、ひろみさん、こんばんは。待機ありがとうございます。待機してくださってお待たせしました。あ、これ私ちょっとアカウントが違う。見えてますね。 OK ね。 SK さん、ひろみさん、こんばんは。あ、パンダさん、ありがとうございます。聞こえてるということでよかった。ひろみさん、皆さんお久しぶりです。こんばんは。こんばんは。お久しぶりですね、本当に。プロモーション RH さん、こんばんは。 NHK 福岡放送局のアナウンサーに佐々木理恵さんという方がいらっしゃいます。その方がひろみさんにそっくりです。声も見た目もそっくりです。そうなんですね。あ、ぜひホームページや佐々木理恵さんのツイッターなどで一度ご覧になってください。気になる。皆さんはご存知ですか？福岡、この方かな。福岡市出身、この方かな。似てますか皆さん？言われたことはね、ないですけども、似てるかな。なんか私と真逆な感じがするんですけど、どうなんだろう。綺麗な方ですね。ハチさん、こんばんは。札幌は今日は暖かく雪が溶けてしまいました。そうなんだ。しかしまた今もサラサラ降ってきました。寒暖差が激しくて自律神経などのコントロールが難しいですねって。本当にね、そうですよね。なんか暑かったり寒かったりの差が本当に激しくて、今日はなんか気温が上がって、でも週末すっごい寒くって、北海道もね雪が溶けたり。だって先月だったかな、今月の初めだったかな、富士山が雪すごい綺麗に積もったなって思ったら、暖かすぎてもう全然その全部溶けてしまったっていう日がありましたからね。あれショックだったなね。どんな感じになっちゃうんだろう。だからこういう時ほどね、こう私も今ちょっと若干危ない感じなんですけど、あ、なんか体調崩しそうだなと思ったらスローダウンにするとか、あったかいものを食べたりとか、なんかちょっとお酒を控えたりとかって、いろいろ早め早めにねやることが一番大事だなって本当に思います。パンダさん、こんばんは。大輝、今日ものんびり家事を片付けながら拝聴します。お疲れ様です。パンダさんも、そして皆さんも。私もね、今日息子が割とスムースに寝てくれたので、ライブが始まるまでの間、台所と玄関とトイレっていうのをちょっと片付けてたんですけど、もうやりだしたらきりないから、家事はちょっときりのいいところでとどめて休んでくださいね。はい。マサさん、こんばんは。今日の配信楽しみにしていました。ありがとうございます。嬉しいです。長谷川直樹さん、こんばんは。お疲れ様です。お疲れ様です。パンダさん、聞こえておりまして、ありがとうございます。マヤーマさんかな。千穂さん、ひろみさん、今日も綺麗、ありがとうございます。江戸ママさん、ひろみさん、こんばんは。こんばんは。美穂さん、ひろみさん、こんばんは。しずけさん、改めてこんばんは。皆さん、ありがとうございます。ギョステップさん、はい、はい、 Thank you for coming。 お出かけさん、こんばんは。こんばんは。あやかさん、こんばんは。牛さんとの写真かわいいですね。そうなんですよ。昨日月曜日ですよね。朝お知らせとともに、最近のね、私のね趣味をの写真を貼らせてもらいました。まだご覧になってない方は、一番最新のコミュニティの投稿かな、 YouTube のコミュニティ欄のポストを見ていただくと、私と牛が写ってる写真がね、なんで牛なんだって思った方もいらっしゃるかもしれないんですけど、あります。でこれはね、以前
先月かな、息子と弾丸でちょっと動物園に行ったんですよ。動物園行きたいっていうので午後から本当に全部は回れなかったですけど、行ったらなんか生まれて初めてこう白と黒の牛じゃなくって茶色い牛をね、ものすごい至近距離で見たんです。で、私牛ってどっかで見たことがあると思っていたし、まあ、すごいなんか知ってるつもりの動物だったんですけど、これまでの私の牛のイメージを大きく覆すようなインパクトをもらったんですよ。もう全てが大きい。目も鼻も耳も体も頭も全て大きいんだけど、なんかだからこその迫力と怖さもありつつも、妙にちょっと人懐っこい雰囲気とか、なんか呼んだら振り向く反応の仕方とか、なんか可愛らしさと恐ろしさが共存してる感じで、すごくなんかね、神秘的に見えたんですね。で、牛が神様だっていう風に祀っている、まあ、宗教とかがありますけど、その気持ちがちょっと分かったような気がしたんですよ。で、びっくりしちゃって。でもなんかちょっとそこの動物園は牛のこうエリアが狭かったので、また会いたいけど、ちょっとなんか狭いところはかわいそうになっちゃうなと思って、いろいろ調べたらすごいなんか自由な牧場を見つけたので、そこに行ってきて牛と戯れたっていう写真を載せました。まあ、牛に興味ない方はね、なんだろうって感じだと思うんですけど、ちょっと少しでも癒され、私はすごい癒されたので、その雰囲気が伝わればいいなと思って載せました。しばらくね、ちょっと牛トーク続くかもしれないです。はい、うちのかかしさん、こんばんは。こんばんもお世話になります。今日も来てくださってありがとうございます。皆さんも今日も来てくださって本当にありがとうございます。ゆうこさん、こんばんは。激務の毎日、ひろみさんの声に癒されています。いつもありがとうございます。毎日毎日お疲れ様です。本当に自律神経が乱れやすい天候に加えてね、日々忙しいと本当に風邪もひきやすくなっちゃうので、わーってこうほっとできる瞬間をね、お互いちょっとでもいいので、ちょこちょこちょこってたくさん、できるだけたくさん入れていきましょうね。ランドムさん、 Thank you for always making such a great ASMR. Thank you so much for saying like that. Your words encourage me a lot. Thank you. ミッチェルさん、 Hello from France. Thank you for watching from France. そして同じくフランスからThe same place だね。 The French Venom sometime. Thank you for coming from France as well. お寿司さん、毎日学校大変だけど、ひろみさんのおかげでなんとか毎日来てます。そう言ってくださってありがとうございます。毎日ね、本当に学校ね、お疲れ様です。私も学校は本当に好きじゃなかったけど、そういう人ってね、多分ね、社会人になってからどん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 毎日楽しくなるはずなんで、なんでかっていうと、学校って自分の意思で始めてない地域の学校に行かされたりとか、なんかよくわからないルールがいっぱいあったりとかするじゃないですか。それがどん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 自分の意思でできることが増えていくので、あとね、もうちょっとの辛抱です。適当にね、やってください。できるだけ適当に頑張らないで過ごしてほしいなと思います。頑張る時はね、必ず来るから、そこまでに燃え尽きない方がいいっていうのが私の持論ですが、まあ、勉強はね、時間のある時にやった方が絶対いいので、どうせ暇なら勉強だけやっといた方がいいんじゃないかなと思います。選択肢が増えるので。はい、愛の美奈子さん、こんばんは。お久しぶりですね。お久しぶりですね。愛の美奈子さんはもうずっとアイコンが変わらないでいてくださるので、もうなんかもうずっと美奈子さんだと思いながらこれを見ると思います。来てくださってありがとうございます。そうですね、こちらでちょっと一つお知らせがあって、すっごいちっちゃくなっちゃったんですけど、左下にちょっとなんていうの、バナーがあります。これが、文字も出してなかったね。実は来月の1日、12月の1日からですね、実は LINE ミュージックにひろみボイスの
音楽、音源が載ることになりました。で、これはちょっとキャンペーンが今回ついていて、12月1日から31日までの1ヶ月の間にたくさん聞いてくださった皆様にプレゼントをお配りしますというものです。で、そのプレゼントはすっごいちっちゃいんで見えにくいと思うんですけど、3つあって、一番たくさん聞いた方にはマグカップ、もう一つ、2番目ではタンブラー、3番目はキーホルダーをお渡ししたいと考えています。で、これすべてひろみボイスのオリジナルロゴ入りにしようと思っているので、ぜひですね、聞いてみたいなとか、あるいは LINE ミュージックも会員登録してるから聞いてみようかなって方は、ぜひ12月の1日にまたこちらから聞けますっていうリンクをお送りするので、遊びに来ていただけると嬉しいです。またこのプレゼントぜひゲットしていただけると嬉しいです。はい、お寿司さん、口元とか雰囲気は似てるかもって書いてある。どこ行っちゃった、似てるか、あ、さっきの方ですか、あ、本当ですか、ちょっと声も聞いてみますね。はい、ありがとうございます。琥珀さん、首を長くしながらお待ちしておりました。本日は私の丸歳のお誕生日だったので、無料特典を駆使して一日を満喫しておりました。あとはひろみさんからのハッピーバースデーの一言、かっこ歌でもいいですよ、があれば最高です。そう、今日は琥珀さんが誕生日ということで、今日お誕生日の方とか今月お誕生日の方とかいらっしゃると思うんですけども、本当におめでとうございます。ハッピーバースデー、琥珀さん。ハッピーバースデー to you. ハッピーバースデー to you. ハッピーバースデー、dear 琥珀さん。ハッピーバースデー to you. おめでとうございます。SK さん、やっと立ち直ってきたとこです。ごめんなさい、何の件があったのでしたっけ。でも立ち直ってきたということでよかったです。はい、みほさん、ひろみさんに会ってから本当によく眠れるようになりました、ありがとうございます。そう言っていただきありがとうございます。嬉しいです。私も最近息子のね、寝かしつけに今まで朗読の3時間バージョンを使ってたんですよ。今サブチャンネルが2つあって、1つはお悩み相談とか、こういうライブのアーカイブとか、過去の何て言うんですか、雑談とかをまとめたものと、もう1つ朗読とプラネタリウムっていうのを、まとめたものがあるんですけど、その朗読の方の3時間熟睡っていうね、超熟睡っていうのを昔作っていて、これなら3時間もあれば寝れるだろうと思って聞き流してたんですけど、最近息子がもう朗読飽きたって言ってきたので、じゃあ今日はライブのアーカイブか雑談かお悩み相談か、プラネタリウムかロールプレイか、朗読どれがいいって6つのいつもメニューを提示して、で今日はねロールプレイで寝たいっていうことだったんでロールプレイにしたんですけど、なんか割と子供も寝るんだなっていう、その朗読以外寝るかちょっと私疑心暗鬼だったんですけど、意外と何でも寝てくれるなっていうことが最近一人の実証ですけどもあるので、皆さんご自身のみならずお子さんとかもしいらっしゃったら使ってみてください。基本的に広告が途中に入れていなくって、で最近 YouTube の仕様が変わっちゃったんで、最近のコンテンツに限っては最後に広告が入ってしまうんですけど、2023年の9月分ぐらいまでは多分最後も入れてない、その仕様変わってないはずなので、ちょっとそのあたり使っていただけたらなって思います。はい、エミリンさんかな、お風呂上がって髪の毛を乾かす間もなく聞き入っております。ああ大変、ちょっと湯冷めしないようにアーカイブ1週間は残すのでちょっと風邪ひかないように気をつけてください。お山田さん、いつも美人ですね、恐縮です、ありがとうございます。ふゆこさん、ひろみさん、こんばんは。最近寒くなってきましたね、ひろみさんも体にはお気をつけください、ありがとうございます。もうね、私の身の回り結構もう体調を
ガチで崩してる人が多くって、で私も今週の日曜日の夜から喉が、あ、おかしい、やばい、痛い、久しぶりにっていうことがあったんですよ。ただ思い当たる節がなくって、その食べ物に関しても睡眠に関しても運動に関しても、まあ、息子が風邪というわけでもないからもらってもないしっていうこといろいろ加味すると、ちょっとね、対人関係でトラブルが3つ、まあ、トラブルまでいかないけど、本当に対人絡みでこう伝えなければならないあのシチュエーションが結構立て続いたんですよ。それで結構ストレスがかかっちゃって免疫が落ちたんじゃないかなって思ってるんですけど、本当にね、だからストレスってめちゃくちゃ大きい、まあ、なんだったらストレスが一番のね、病気にしろ風邪にしろいろいろなこと、眠れないも多分そうだと思うんですけど、が一番なんか大きい。だからそのストレスコントロールとかどうしようもない時もあるんですけど、寒さとかね、ちょっと疲れてるとかね、そこにガンってストレスが加わらないようにしたいなってすっごいやっぱり思いましたね。そんな感じでちょっと危ういのが日曜日の夜から月火って続いてるんですよ。で熱が出たりとかもう倒れ込むほどではないんですけど、うん、グググって思って、で今日はちょっとライブで元気を出そうかなっていう感じで来てます。皆さんは寝てくださいね。はい、長谷川直樹さん、今日は仕事でした。青森にゴールデンウィークに嫁と遊びに行きます。シャコちゃんに会いに行きます。津軽市の木造にあります。シャコちゃんってなんだろう。ゴールデンウィークって来年のかな。青森シャコちゃん、ん、なんだろう、エビが出てきたけど、楽しんできてください。ジャージー乳牛そうなんです、そうなんです、そう、ヨーグルト、飲むヨーグルト美味しかったです。ゆきさん、こんばんは。牛さん、かわいいです。うちの子供は小さい頃にカンガルーを初めて見た時にくちゃいと言っていました。普通はかわいいとか大きいねとかじゃないのかって夫と大笑いしました。素直でいいですね。そう、動物園って臭いですよね。臭い、そうそう、だから素直な感想で、大人はなかなかもう見失ってしまっているので、子供といると本当面白いですよね。だんだんなんかもう3歳になってくるとお世辞っぽいこと言ってくれちゃったりするんで読めなくなってきましたけど、いいですね。はい、志保さん、佐々木理恵さんに似てるとは思いませんが、お二人とも各々違った魅力のある素敵な方だと思います。ですが自分は断然ひろみさん推しですありがとうございます。とっても嬉しいです。そのお言葉を胸にパワーに変えさせていただきます。ありがとうございます。こんばんは。リロさんかな。動物は可愛いですね。ね、動物も野生のね、本能と血とかにあるので可愛いばっかりじゃないとは思いつつも、やっぱりなんか癒される部分ってものすごくあるなって思います。私昔からなんか動物がめっちゃ好きとか言うわけじゃなかったんですけど、犬を飼ったらその犬は本当に大好きだし、猫も夫がもともと飼ってた猫なので彼女にとっては私はなんかママ母みたいな、途中からやってきた知らない人って感じだったので最初はかなり警戒されましたけども、今は本当に夫よりもべったりしてる感じだし、なんかこうやっぱりなんかこう一緒にいるとこうすっごく癒されるんだなーっていうね、魅力を年々感じております。はい、なんかもう黙ってそばにいてくれるだけで本当になんか疲れがスーって抜ける感じがありますよね。だから私、子供が生まれた時に、生まれるまではお子さんがいて犬2匹飼ってるとか1匹飼ってるとか、そういうご家庭がちょっと信じられなかったんですよ。それも子供が生まれてから犬を飼うとかね、そういうパターンだと、だって子供の世話だけで大変なのにすごいなって思ってたんですけど、
子供を産んでからそのなんか需要がものすごく分かりました。他のご家庭がどういう理由かわからないですけど、買った理由がね。でも私が思うに、やっぱ子供っていい時が 51%、 もう本当に大変でどうしようもない時が 49% な感じがするんですよ、育児って。そうなってくるとやっぱりもうちょっと癒しが欲しいなって思った時に、まあ、大体言うことを聞いてくれたりとか懐いてくれる純粋な生き物がいるっていうことは本当に心身ともに助けられることが多いなって、私は猫を通して、飼い猫を通して感じたので、まあ、もしかしたら皆さんそういう理由でね飼ってるんじゃないかなって思いました。はい、ラピスラズリさん、ひろみさんこんばんは。美女と野獣見てきました。お帰りなさい。無事に帰り着いたかな、よかったです。美女と野獣のミュージカルでしたっけ、いいですね。どうでしたか。パンダさん、地元が田舎なので友人の家が牛飼いだったりして触れ合う機会が多かったこともあり、なんだか懐かしくなりました。そうなんですね、こういう茶色い牛さんを飼われてたのかな。触れ合う機会、なんかやっぱ牛って馬より人懐っこい気がするんですけど、どうなんだろう。なんかそこの牧場は全然飼い主さんじゃなくて飼育員さんもほとんどいなくって、なんかもうルールがないことがルールですみたいな、来た人にお任せするみたいな、触ったりするのも餌をやったりするのも厩舎に行くのももちろん立ち入り禁止っていう看板があるところもあるんですけど、お任せしますみたいなところだったんですよ。でだからなんていうのかな、いろんなところ回ったんですけど、そのね途中にね、飼育員さんが来た時に多分数ヶ月ぐらいかな、生後子牛がね、それぞれ一匹部屋にちょっと入れられて、で自由になんていうのかな、ご飯食べたり寝たりってしてたんですけど、飼育員さんが来た瞬間にみんな立ち上がって、もうお母さんママみたいな感じのなんか眼差しを向けてたっていうのを後から聞いたんですけど、私はちょっと違うところにいたので、ちょうど出産後のね牛に会いまして、その様子をちょっと私は観察してた間にそんなワンシーンがあったらしくって、あーなんかみんなママだって思ってるんだろうなって思ったら、またほっこりしてっていう、今日はちょっと牛トークが止まらなくなりそう。はい、美穂さん動物が好きですだから、ひろみさんが牛の話するの嬉しく思います。 ありがとうございます、よかった。早く次の話行ってよって言われたらどうしようって思ったけど、よかったです。どこに行ったかな。愛の美奈子さん、私は農業高校出身なので空いている寮に泊まって早朝から牛のお世話をする研修がありましたよ。楽しかったですよ。ああそうなんですね。牛のお世話、どんなお世話するんだろう。ご飯あげたりとか、トイレ掃除したりとか、乳絞ったりとかですかね。そうなんだ。なんかねすごい癒されましたね。もうちょっと長くいたかったって思ったぐらい楽しかったです、私も。ただね本当に便が掃除するの大変だろうなっていうふうには思いましたね。はい、いつみさんお初です。いつも動画聞いてます。癒しボイスありがとうございます。これからもお世話になります。ありがとうございます。いらっしゃいませ。聞いてくださって本当に嬉しいです。これからも頑張ります。江戸ママさん、 LINE 再生キャンペーンとは、ですねこれが LINE のミュージックで、自分がどのアーティストの曲を何回聴いたかっていうのが可視化されてるらしいんですね。自分のページで回数が出るんですって。で今回は私の音源をリリースしてくださる、まあ、レーベルみたいな会社さんがいるんですけど、そんな会社さんが LINE 再生キャンペーンっていうのを、まあ、作っていらっしゃって、このリリースから1ヶ月の間にレベルさんがこう目標として立てた回数を突破した方は、そのページの回数のスクショを取っていただいて Google フォームで提出をしてもらうとプレゼントが必ずもらえますよっていうキャンペーンです。で詳しい何回以上ですよとかそういった話はまた追って SNS で
ご連絡いたしますし、LINE ミュージックが基本的に月額制なんですけど、登録から1ヶ月は無料なんですって。なので例えば LINE ミュージックに、はい、普段聞かないんだけど今回このキャンペーンに参加したいですっていう方は12月の1日から登録してもらえばキャンペーンに参加することは可能なので、そういった形もできます。はい、千穂さん、私は冬のシーズンになると週4で一人鍋してます。ひろみさんは何鍋好きですか、好きですか。私は豆乳ごま鍋です。そうですね、なんか先週もこの話題がありましたけど、週4ってなかなかの鍋好きですね。でも温まるからね、本当に風邪予防にもなるし、すっごいいいと思うんですよ。私はね、もう辛いのが最近すごい好きで、キムチ鍋とかスンドゥブとかが好きなんですけど、子供がいるので一緒にそれが食べられないので、鍋ってねほとんどしたことがないんですよ。なんか夫もそんなに好きじゃないし、辛いのだと子供が食べられないし、であんまりしたことがなくって、まあ、やったことがあるのは寄せ鍋とか、あとすき焼きかな。すき焼きはありますね、子供も食べるし。だから子供ベースになっちゃうんですけど、私一人でいいんだったらキムチ鍋が一番好きです。それこそ今週先週ともうお昼ご飯私家で食べることがほとんどなんですけど、キムチ鍋風うどんっていうのを作ってるんですよ。フライパンにオリーブオイルひいて、ニンニクと生姜とコチュジャンじゃなくて豆板醤か、豆板醤とか、最近お土産で買ったからし味噌みたいな辛いペーストを入れてちょっと炒めて、で冷蔵庫にある野菜を適当に入れて炒めて、キムチを入れて炒めて、でコチュジャンとか入れて炒めて、でもうなんか結構全体的に赤くなったなと思ったら、お水を入れて沸騰させて、少しの鶏ガラスープと、あとそうですね、味見ながらもうちょっと辛いのが必要だなと思ったら豆板醤か辛い味噌入れてグツグツ煮立てて、まあ、お肉とか、なんかお肉がなかったらツナとか入れて、で最後に冷凍うどんを入れるっていうのをやってるとすっごい体も温まるし、なんか一人鍋の締めを楽しんでる感じがして、すごくねおすすめです。豆乳ごま鍋もめちゃくちゃお肌にも良さそうだし、いいですね。昔ごまたっぷりの鍋作った気がするな。ごまはね風水的にもすごいいいって言いますよね。ミラクルを起こせるとか、どうなんだろうね。吉田さん、こんばんは。こんばんは。長谷川直樹さん、僕も学生時代楽しくないですが、今は嫁と楽しく生きています。嫁は学生時代の同級生です。電気工事士にもう一歩頑張ります。いいですね、奥さんと楽しくなかった学生時代に出会った奥さんと楽しく生きてるっていいですね。電気工事士資格の勉強かな、頑張ってください。エリさん、こんばんは。今日歯医者行ったら虫歯が神経近くまであるようで、次回奥歯の神経抜くことになりそうです。痛みに弱いので怖くてたまりません。怖い。でもまあ麻酔はしてもらえますよね、さすがに。だけどここだけだとあれなのか、見えてますもんね、歯医者って。こう私も親知らず抜くときに、なんかもうなかなか抜けなくって、こう顎つかまれて、なんかみんな総出でっていうのがやっぱり目の前で繰り広げられてるのを見ると、やっぱなんか私は痛みにかなり強い方なんですけど、大丈夫かな私みたいな風には思いましたから、まあ、ちょっと目閉じて麻酔に頼るっていう形がいかがでしょうか。でもこのままねほっとくよりは絶対に痛くないから頑張ってください。ST さん、保育士の動画をまた作ってほしいです。リクエストありがとうございます。 SK さん、小白さんお誕生日おめでとうございます。リロさんもおめでとうございますね。おめでとうございます。ミルクさん、初見です。いつもひろみさんの素敵な声に癒されています。ちなみに今日は電車の中で痴漢をしようと企んでいた不審な人物を取り押さえることができました。困っていた女性を救えることができて本当に良かったです。すごい、すごいですね。痴漢をしていた
ではなくてしようとしていた人を未然に防いだっていうところもすごいですし、そういう人がいてどんな人かわからないからなかなか勇気が出ないっていうね、人の方が多いんじゃないかなと思うので、ミルクさんすごいです、素晴らしいです。もうその女性の方に代わってありがとうございます。メアリーさん、息子さん幸せ者だなってありがとうございます。千穂さん、私の姉もひろみという名前です。由来は両親が郷ひろみさんファンだからです。私の方が先に生まれてたら私がひろみになっていたかも。間違いないですね私は両親じゃなくてお母さんの母のですね、親友がひろみさんという方で、そこからもらったっていうふうに聞きました。はいね、面白いですね、そういうの聞くと私がひろみだったのかみたいな。小白さん、素敵な発音、特にバースデーのお歌ありがとうございます。めっちゃ嬉しいです。コメントくださった皆さんもありがとうございます。私っては幸せ者って、そんな風に言ってくださってありがとうございます。もうなんかそうやって喜んでいただけるっていうこと自体がね、喜びですし、ライブもなんか楽しみにしてますっていう一言が、こんなになんかありがたいことって起こるのかって未だに思います、私は本当に。なのでこちらこそありがとうございます。いつもね、ゾワはもう終わってしまいましたけれどもゾワの連打も本当にありがとうございました。良い1年になると確信しておりますので、お体に気をつけてお過ごしください。 AM さん、ひろみさんこんばんは。ひろみさんのお顔見れて嬉しいです。ひろみさんの動画に毎晩お世話になっている医療学生です。この8ヶ月間ずっと病院実習に行かせていただいていて、たくさん学ばせていただいています。毎日ストレスもありますが、たくさんの方に支えられて、改めて周りの方の尊さを感じています。これからもひろみさんの動画楽しみに待ってます。ありがとうございます。ね、そんな風に言える AM さんは必ず、なんていうの、周りから大事にされると思いますし、愛される方だと思うので、なんか困ったことがあったら、やっぱりね、最初のうちにどんどん頼るってことをした方がね、私はいいと思っていて、まあ、新人だったり実習生だから聞けることもあるだろうし、若い時だから周りに助けてもらえるチャンスっていうのは多いので、一人で抱え込まずですね、そのお人柄を出してたくさんの人に助けてもらって、頑張りすぎず頑張っていただきたいなと思いますね。毎日ストレスあると思います。こんなご時世だから現場に行くことだけでもね、緊張感がかなりあると思いますし、結構厳しい環境っていう話もよく聞いたりするので、私が悪いんだっていうのは絶対に思わないで、自分だけが悪いってことはね、ほとんどのケースないので、ないので、何がじゃあ原因だったのかなって、これが分からなかったのかなとか、周りにね、先輩にね、どんどん頼っていてほしいなって思います。お体に気をつけて頑張ってください。あ、土偶なんですね。木作り、土偶を見に行かれるんですね。なるほど。リエさん、ひろみさんこんばんは。今ストレスマックスで心臓神経痛になっています。心臓神経痛って何だろう。不安も強いのですが、夜寝つけなくて困っている時にひろみさんの動画を見ると、うとうとして自然に眠りにつくことができます。いつもありがとうございます。ひろみさんのこといつも応援しています。ありがとうございます。心臓神経痛、なるほど。心臓自体には異常がないにもかかわらず、動悸、息苦しさ、胸の痛みなどの症状を繰り返し自覚する状態、時として手足のしびれやめまい、頭痛なども起こり得ます。なるほど、それは本当におつらいですね。私も先月謎のこう痛みに襲われたんですね。もうこのことご存知の方も多いかと思うんですけれども、詳しくはサブチャンネルのご報告動画っていうのがあるので、そちらで語っているんですが、結論から言うと、食べたものに混入していたって
あるですね、あの針金みたいな鋭利な、先がすごい鋭利なんだけどめちゃくちゃちっちゃい物体が食道に突き刺さっていたっていうことがあったんです。原因が分かるまで10日ぐらいかかったんですけど、もう食道って結構ね、喉飲み込んで胃に至るまで結構数十センチと長いんですけど、ちょうどね心臓と同じぐらいの高さの位置にぐさって刺さってたみたいなんですね。なので、あの何かを飲み込むたびに、ま、引っかかって血が流血していたみたいなので、なんかもうズッキンっていうレベルじゃなくて、なんか鋭利なもので突き刺されているような痛みがすごい続いたんですよ。だから結局もう食べるのを諦めてスープをちょびちょび飲むぐらいしか当時できなかったんですけど、本当にもう胸と背中とっていろんなところがズキンズキンってもうグサグサグサって刺されてるような痛みで、でも心電図取ってもレントゲン取っても、まあ、映らないんですよ金属片って。だから最初は胃腸炎だとか言われたり、次は食道炎だとか言われたり、もう全然原因が分からなかったんですね。で、私はもうすごい不安になっちゃって、いろんなことをね、胸の痛みは何かみたいなのを調べたんです。で、その中で、あの心臓神経痛っていう言葉には出会わなかったんですけど、その胸の痛み、循環器系の痛みって原因がね、分からないことがすごい多いんですって。なんでかっていうと、この辺でいろんな臓器があるので、心臓の私の場合は近くの食道が原因だったけど、自分はそんなとこ見えないから心臓が痛いとしか表現ができなかったんですよね。で、中にはあばら、肋骨か、あばらの神経が痛くって心臓が痛いって勘違いする人もいたりとか、なんかいろんな可能性があるんですって。だから循環器系に行っても原因がない、でも痛みがすごい続くっていう場合は、リエさんのようにストレスかもしれないですけど、もしかしたら食道に私のようになんか刺さってたら多分ね、もう立ち上がれないぐらいの痛みなので、まあある意味ね、早く見つかるきっかけにもなると思うんですけど、別の原因が見つかる可能性もあるんだなってことをね、知ったんですよね。だから心臓が大丈夫だから大丈夫だではなくって、食道は大丈夫かなとか、胃は大丈夫かなとか、あばらの神経は大丈夫かなとか、なんかいろんなところの精密検査を受けるのもありだなって思いましたっていうのをね、ちょっと今思い出したので、もしかしたら、あ、じゃあ行ってみようかな病院って思われる方もいるかもしれないので、ご参考にということでお話をしましたけれども、マリエさんの場合はストレスっていうことで分かっているということなので、そのストレスの原因がね、分かるといいですね。あの何事にも結果があるってことは原因が必ずあると思うので、その原因を一つ一つ潰していくってことができるといいですね。並行してあのストレスを緩和するっていうことと、ストレスを見つけてあの消していく、消せるようにしていくっていうのが何かこうあるといいなと思いますけども、動画が少しでもあのお役に立てているのであれば光栄に思いますし、そういった動画をこれからも作りたいなと改めて思いました。お大事になさってください。SK さん、動物は邪念がなくて素直でとっても癒してくれますよね。ねえ、本当にそうです。デビッドさん、いろ、皆さん、ネバダ州のリノからおはようございます。 Thank you デビッド。長谷川さん、木造り駅の駅舎かなが面白いです。あ、変換ミスってことかな。へえ、木造り駅、なるほど。本当だ、津軽市、あ、すごいですね、土偶のなんかランマーに出てきそうな。へえ、知らなかったです。ナピさん、ひろみさん、こんばんは。いつも素敵な動画ありがとうございます。ひろみさんの声にいつも癒されています。娘と一緒に聞きながら寝落ちしたりもしています。これからもお体に気をつけて頑張ってください。応援しています。ナピさん、ありがとうございます。娘さんも一緒に聞いてくださってとても嬉しいです。
温かいお言葉も身に染みます。ありがとうございます。ナビさんもくれぐれもご自愛ください。育児毎日お疲れ様です。長澤さん、こんばんは。今日はジムに行って少しストレッチしてきました。体を伸ばしたりするだけでもすっきりしますよね。ね、今その文字を読んで私もストレッチしたいと思いましたね。よいしょ。体がカチカチに、やっぱ寒いとずっとねグーってなっちゃうし、はい、思いました。ちょっと体勢も若干こっち多めに向きますね。首が痛くなってきたので。美穂さん、うちも3人の子供と2匹の猫が一緒に育ったようなものですが、情操教育というか、なんか子育てにもいい影響を与える気がしますね。うん、それは間違いなくそう思います。動物の、なんていうのか、いいところも悪いところも、あとはお世話っていうところでも、すごいやっぱ感じるもの、学ぶものがあると思うので、いいですよね、動物と一緒にっていうのは。ね、もう少し大きくなってきたら猫のお世話とかも教えていきたいなって思います。樋口さん、ひろみさん、こんばんは。こんばんは。デンゼルさんかな。 Hello, I'm from Indonesia. Thank you for coming. いつでもありましたらゆっくりしますので、はい、ありがとうございます。ひろぽんさん、こんばんは。私は30代女性です。これまで正規保育士とパート保育士を経験しましたが、両方とも心身崩してしまい退職しました。今は無職になって2ヶ月で次の仕事を探しをしていますが、働くことに対して怖さを感じてしまい、なかなか次へ踏み出すことができずにいます。周りが仕事してる人が多く、家族にも迷惑かけてしまっていて、働けない自分が情けなくて辛いです。こんな私に何かメッセージいただけると嬉しいです。まず、失業手当とか、もらえましたか？いただけるものは自分がやっぱりちゃんと税金とかにいろいろ納めてきた分なので、ちゃんとこう、ハローワークとか行って、いただけるものをまずいただいてほしいなっていうのを一つ思いますし、なんていうのかな、例えば今パートナーがいて働かなくても罪悪いいのであれば、ゆっくり休養することが私は一番とにかく大事だと思います。私も何年目だっけな、社会人7年目だっけな、で上司が合わなくって適応障害ですって診断をされて、まあ、結局そのね、上司だけではなくって幼少期のトラウマがかなり大きな原因ではあったようなんですけれども、なんかもう働けなくなっちゃったんですよ。なんかもう人と会うのが怖くって、人がいるところに飛び込めなくって、もう無理だなって思ったんですよね。で、もともと会社員を30歳ぐらいで辞めて独立したいなって思ってはいたんですけど、思いのほかちょっと早くなって、でもなんかもう消去法で会社員無理ってなったので、自分で開業届を出してフリーランスになったっていうのが今から5年前の話なんですけど、そういうフリーランスって言ってもゼロから自分で仕事を作るタイプの人と、業務委託っていう形でできることを提示して任せたい企業を探して、で成果報酬だったりとか月額ベースだったりとか、まあ、相談の上報酬を決めるっていう方法もありますし、この時代その働き方っていう意味ではすごく自由に幅が広がってきたかなって思うんですよね。ただ何より一番大事なのは、その自分の状態が良くなっていないにもかかわらず頑張らなきゃと思ってアクセルを踏むことによって状態が悪化することが一番良くないんですよ。私も開業届出しました、さあ仕事いっぱいしましたってわけでは全くなくって、開業届出して全然仕事がなく、結局友達の仕事を手伝わせてもらったりとかしていた感じだったので、その仕事って言えるまで結構時間はねかかったんですよ。でもね、それでいいんですよ。一番大事なのは自分のその心というよりは、私はその脳がね、もうストレス過多になって脳が正常に働かない状態を
メンタルヘルスに来るっていうような言い方をすると思っているんですけど、そうなんですよ。その人間関係とか変化の多い環境とか、それこそ上司が否定語ばっかり使ってくるとかね、罵声ばっかり浴びせてくるとかね、そういうネガティブなこう状態が続くと、脳って思考が止まっちゃったりとか、その過度なストレスに処理しきれなくなっちゃって、間違った処理をしちゃうんですよね。で、私たちって脳から指令を受けて生きているので、私の友達に鍼灸師がいるんですけど、アトピーとかを治すのがすごい得意なんですよ。で、何をしてるのって聞いたら、彼女は手にね、針を打つっていう技術を持ってるんですけど、手に打ってるんだけど、これは脳に正しい指令を送ってるんだって。で、脳が正しい指令を送れば肌もどんどん綺麗になるんだよって話をしてくれた時に、なんかすごい全てがつながったような気がしたんですよ。あ、全ては脳なんだって思ったんですよ。だから脳がその疲れちゃうような気候の変動だったりとか、いろんな条件が揃ってしまうと、もう正しい指令出ませんって、もエラーが続いちゃうんですよね。で、ヒロポンさんのようにただでさえ脳が疲弊しているにもかかわらず、頑張んなきゃって自分を奮い立たせてしまうと、脳がちょっと待って、まだ治ってないのにっていうので、エラーしちゃう、エラー起こしちゃう確率が高くなっちゃうので、一回エラーを起こすと完全には治らないと私は思っています。悲しいことに。だからこそエラーを起こさせないっていうのが一番大事だと思うんですよね。だからすごい罪悪感感じるっていうのはすごくよくわかるんですけど、例えばそのお金の面で不安なのであれば、もらえるお金は他にないのかなとかね、いろいろ調べてみたりとか、電話かけて聞いてみたりとか、じゃあなんか仕事はしなくても、例えばハローワークで受けられる講座はないかなとか、何かしていないと自分の気持ちが収まらないのであれば、ハローワークは結構ねおすすめします。いろんな優しく話を聞いてくれる人も多いですし、いろんな会社の説明会があったりとかもするし、一人で家で仕事探すよりは、なんとなくそういう場にいた方が落ち着く時もあったりするんで、今休める期間なんだみたいな、こうちょっと割り切っていただく。ただ周りの目が気になるんだったら、職探しは頑張ってしてますみたいな感じでハローワークに通ってみるとかね、毎日通うところがあるだけでも結構ね、心が整いやすかったりもするので、割とおすすめです。私もハローワークには結構お世話になった時期がありました。はい、と思います。まず自分が一番本当に大事なので、無理は禁物です。脳を守っていきましょう。こんばんは、勉強しながら見てます。勉強お疲れ様です。樋口さん、僕は喉の調子が悪くなってしまいました。早いですので、ひろみさんおやすみなさい、ね、喉から来る方多いですよね。私も3日前に喉がやばいって感じだったんですけど、喉に効くお薬、飲み薬と、あと鼻うがいですね。鼻うがいで鼻の中をきれいにする。結局鼻と喉ってつながっていて、この辺に膿が溜まっちゃうとなかなか治りづらかったりとか、悪化してしまったりとかするので、もう奥に溜まったものを出す洗浄はかなりおすすめです。あとはその奥に溜まってしまう、鼻の奥とか喉の方まで広がっちゃったり、最悪副鼻腔になって空洞にも膿が溜まっちゃうってなると、本当にもう立てなくなっちゃったりとかするので、だるくって、なのでそうならないために、鼻うがいで出すっていうのもそうですし、この鼻のフィルターがしっかり機能するように加湿をするとか、潤わせておくっていうのもすっごく大事なので、皆さんぜひやってください。マークさん、 Your voice is wonderful. Thank you so much for saying that. I'm very glad. デンゼルさん、めっちゃありがとうございますって言いたいのかな。ありがとうございます。ジョーさん、36歳独身派遣社員で将来が不安、しかも上司との関係がうまくいかず、7月から働き始めた会社を今月いっぱいで辞めることになりました。
以前にもその上司が原因で複数人の派遣さんが辞めてる問題ありな職場なので仕方ないと思いつつも、最近何もかもうまくいかず落ち込み気味です。年齢が上がると派遣でもなかなか採用されづらくなってきているので不安ですが、次は上司に恵まれた職場に出会えることを願うばかりです。うん、絶対次はいいところに巡り合えると思いますよ。やっぱりみんなね、同じこと言うけど、悪いことっていつか終わりが来るし、人生って結局プラマイゼロって言うじゃないですか。本当かなって思ったりもするけどね、この社会情勢を見ていると。だけどまあ、人生の名だたる先輩はそのようにおっしゃいますよね。で、悪いことは永遠には続かないし、いいことも続かない。だからいいことが続いてるときはちょっと不安になっちゃうんだけど、逆に悪いことが続いてるときはもう楽しみにね、していていいんじゃないかなって思います。だけど一つ条件があるのかなって思うんですけど、まあ、こんなこと言ったら私がただのクソ真面目だねっていう感じで捉えられちゃうかもしれないんですけど、結局悪いことが起きたときに人のせいにしたりとか、まあ、周りのね、環境のせいにしたりとかっていうのをしすぎると、いいものもね、巡ってこないような気がします。その目の前の出来事をどう捉えるかっていうことがすっごく大事な気がしていて、確かにその落ち込むことがたくさん続くと、もうべちゃんこになってもう無理ってなっちゃうことももちろんあるんですけど、時には人にね、話を聞いてもらうとか、自分なりの発散方法をしながらも誰かのせいにしないっていうのはすごい大事だと思います。だからといって全てを自分のせいにしろっていうわけでは全くなくって、もうそれこそ、あ、今はそういう嵐の時期なんだなって割り切ってしまうとか、あ、じゃあここまで来たら次はいいことがあるんだろうなとか、あ、ちょっとなんか怪我に気をつけろっていうサインなのかもしれないなとか、それこそ私も今年本当になんか不運が続いて、1月からずっとなんかもう今年が終わるのが楽しみなくらい続いたんですよ。だけど途中からこれはなんかもう来年にいいことがあるんじゃないかなとか思ったり、10月にその食道に針金が刺さって、最後はもう食道がんかなって覚悟を決めてた時期があったんですけど、まあ、原因が分かった時に、あ、子供じゃなくてよかった、その飲み込んだのが子供だったらこんな痛み耐えられないし、言葉で説明もね、できないだろうし、結局異物を胃カメラで撮ったんですけど、子供が胃カメラって相当しんどいと思うので、とにかくそれだけでとてもラッキーだったなって思ったんですよ。なんかもう不運が続きすぎて、もともとそんなに落ち込み続けるタイプではないんですけど、なんかもう感謝になったんですよね。全てに感謝みたいな、すごいうさんくさい表現になっちゃうのが残念なんですけど、もうなんか感謝、名前をちょっと忘れしちゃったんですけど、アメリカのね、ハリウッド俳優さんで、かなりもう年配の70代かな、摩天楼はバラ色にだったかな、バラエ、摩天楼はバラ色に、あ、出てきた、このね、あ、マイケル・ジェイ・フォックスさんだ。皆さんが多分知っているであろうのはあれですね、これ ET のあれですちょっと待ってくださいね。あ、62歳だ、今御年62歳なんですが、バックトゥーザフューチャーで一世を風靡したというか、有名な俳優さんで、皆さんもご存知だと思うんですけど、この方がかなり若い時からパーキンソン病って言っても、体がこう震えちゃったりとかする病気にかかってしまって、一時期も塞ぎ込んでいた時期があったらしいんですけど、今から何年前だろう、30年くらい前かなに、25年くらい前かに病気を公表して、もうその動きを生かした演技とかできることをね、パーキンソン病の人とかもうなんかできること、まあ、声優をねやったりとかって
やってらっしゃったんですってっていう、まとめ動画をこの間見たんですよ。数ヶ月前ですけど。でその時に彼が言っていたという言葉で紹介されていたのが、その全ての物事に本当の意味で感謝をすることができれば前向きになれるみたいなことをね言っていたらしいんですよね。でなんかそれは多分私が今見たということは今必要なメッセージなんだろうなっていうふうに受け取りましたし、その頃ちょうどね不運が続いてるなって思っていた時だったので、なんか本当の意味で感謝するってできてなかったかもしれないって思ったんですよ。起こったことに対してとか、今の環境とかね、今近くにいてくれる人とかね、なんかっていうねことを今思い出したんですけど、やっぱりその物事をどう捉えるかっていうことに尽きると思うんですよ。無理に頑張って前向きにならなくてもいいし、マイケルさんだって何年間も塞ぎ込んだ時期があったわけですし、とことん落ち込むっていう時期もとても必要だと思います。だけど多分本当にどん底まで行くと多分もうその人の人格というか心根が全てだと思うんですよね。じゃあそれで人のせいにして犯罪に手を染めたりとか誰かを傷つけるそっちの方向に行っちゃうのか、それとももう落ち込むまで落ち込んでふとじゃあ感謝をしてみようかなってそっちに行けるのかっていう、なんかそれで運命が大きく変わるような気がするんですよね。なのでかなり千穂さんの話から長くなってしまったんですけど、必ず次にいいことが絶対にあるし、それこそ問題ありの職場で何年も働かなくてよかったと思いますよ。だってさっきの話じゃないけど、脳が絶対エラーを起こすと思うし、エラーを起こし続けると脳ってどんどんネガティブになっちゃってもう修復ができなくなっちゃうので、そんな職場にね終止符を打つことができたっていうのはかなり良いことだと思うので、そんな風に少しでもいいところが見つかるのであればそれを見るのもすごくいいと思うし、そうじゃなくてもとことん落ち込んじゃうんだと思ったらまずはとことん落ち込むっていうのも今必要なことだと思うので大事だと思います。はい、でも絶対ね恵まれた環境に出会えると思うので、ぜひマイケルさんのお話とかも読んで勇気づけてられていただきたいなって思います。いつもコメントくださるこの方のロシア語ご挨拶、あなたの家族友人に繁栄と健康と幸運をいい天気と快晴を祈りますということで、祈りにメッセージありがとうございます。 Thank you for your words. I'm sorry I can't read your name, but I just translate what you sing and I'm verygrateful for it. Thank you so much. ね、まず明日早いのでおやすみなさい。 Oh my god, I love you, but I don't understand you. Sorry. リロさん、間違っていたらすみませんが、 HH さんのコメント読まれていないかもしれません。 HH さんのコメント、あ、ごめんなさい、ちょっと出てないのかな。もし飛ばしちゃっていることがあったら教えてください、ご本人様。基本的に全て読んでるんですけど、ちょっと良くないコメントとかは避けてはいますが、教えてくださってるってことは多分普通にスルーしちゃったのかな。今ちょっと見たんですけど、 HG さんのやつが私は見られなかったので、よかったらまた送ってください。エビフライさん、ひろみさんこんばんは。最近朝方目が覚めて眠れず、今朝はひろみボイスを聞いたところ眠れたのと、ひろみさんの夢を見ました。寝起き、朝起きた時もすっきりと起きられました。いつもありがとうございます。夢も出させていただいてありがとうございます。すっきりと起きれるって本当に嬉しいですよね。そう言って言ってくださって私もとても励みになりますし、そうね、かなりいろんなコンテンツ作ってきましたけれども、
そうですね、最近よりね、そういう眠りとかほっとする瞬間に向いているコンテンツを作りたい欲がすごい出てきたので、これからも頑張りたいと思います。ありがとうございます。えなさん、毎晩ひろみさんの動画を聞きながら寝てますかな？快眠です。ありがとうございます。ちゃんこ鍋えみさん、こんばんは。生理による腹痛がしんどすぎる中、明日のバイト行くのも不安すぎるのと、将来の夢への不安がもこ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 大きくなっていって、脳みそ溶けちゃいそうです。こういう不安な時、いつもひろみさんのお母さんロールプレイで心穏やかに過ごしています。ありがとうございます。ひろみさんってもともと声優さんとかだったんですか？メッセージありがとうございます。不安のもこもこはね、自分の頭の中だけで考えると一生大きくなっちゃうので、紙に書き出して整理をするとか、誰かに話してみるとか、なんだろう、まあちょっとお金はかかるけどカウンセラーさんに話を聞いてもらうとか、して、自分の中だけでね、考えない方がいいことが99%だと思います。大きくなっちゃうようであればね。はい。で、まあそんな中、動画を見てくださっているということで、本当にありがとうございます。声優ではないです。ナレーションのちょっと勉強と仕事をしていましたが、ちょっと今年からですね、方向転換をしようと考えております。えなさん、あ、大丈夫ですよ。アンドルさん、こんばんは。アンディさんかな、アンダイさんかな。ユミさん、こんばんは。ヨーグルトさん、おいしそう。マサヒコさん、ヒロミさん、こんばんは。健康診断シリーズも好きですか？最近のお気に入りは毎日メイク見て、聞いて寝てます。マサヒコさん、ありがとうございます。メンバーシップ、入ってくださっているので、メンバー限定のデイリーメイクアップですよね。動画ありがとうございます。先月、公開したメンバー限定の動画です。メンバーシップはですね、今2パターン設けておりまして、1つはエンドロールにお名前が載るよっていうのと、もう1つはエンドロールにお名前が載るプラス、毎月だいたい1本ぐらいのペースでメンバー限定の動画を公開しているので、それが見れますよっていうのをご提供しているんですけれども、今月も今週に毎日スキンケアっていうのかな、クレンジングからスキンケアをする、動画っていうのを撮りましたので、それを今、あとね、字幕をつけるだけなんですけど、楽しみにしていてください。いつもありがとうございます。ちゃんこ鍋えみさん、むしろ心と体ボロボロになるまで働いてくださって、ひろぽんさんの気持ちわかります。今は一旦ゆっくりしたりのんびりしてみてください。赤の他人がこんなん言ってごめんなさい。ゆっくりアメイジングへ進みましょう。本当ですよね。保育園には私も本当にお世話になっているので、もう感謝しかないです。あとはもうご自身のためにエネルギーを使ってください。長いものにやさん、こんばんは。仕事場でコロナ感染者が拡大してバタバタ。仕事の日は1万歩以上歩いてますが、今日は2万歩近かったのでヘトヘト。眠りながら聞きます。お疲れ様です。どうですか、新しい職場は？2万歩はすごいですね。そんなに歩くお仕事なんですね。もうすぐにシュッて痩せてしまいますので、しっかりと食べてエネルギーつけてくださいね。本当にお疲れ様です。よく頑張りました。みおさん、ひろみさんもそんな時があったんですね。私もです。つらかったですが、今少しずつ仕事もできるようになりました。焦らないことが一番ですね。ひろぽんさんもゆっくり一歩ずつ休み休み行きましょうって。そうですね、メッセージありがとうございます。本当に焦らないことが本当に一番の近道って思います。急がば回れって言葉は、もうことわざって本当すごいなって思います。もうその通りとしか言いようがない。焦る気持ちがあるのはすごくわかるので、同じであろうちょっと環境にハローワーク行ったりとかね、したりとかしていきましょう。
あなたを責めたりね、急かす人って実はそんなにいなくって、いたとしたらね、多分どうでもいい人、自分の人生で全く人生に関わってもらう必要が全くない人が急かしたりとやかく言ってくるんで、本当に大切な人はあなたをね、そっと見守っているはずなので、自分で自分を責めすぎないようにね、いてください。エリザベスさん、ひろみさん、こんばんは、こんばんは。なんかお久しぶりな感じがしますね。チョコレートさん、ハローって。Thank you for coming. You are so cute. ありがとう、ありがとうございます。ごじゃませ。Thank you for writing Japanese. ヨーグルトさん、いつも拝聴してます。癒してくださるひろみさんにファンレター書きたいのですが、どこに送り先があるかわからなくて、事務所がどちらかに所属されてるでしょうか。ありがとうございます。実は概要欄にですね、いつも書いているんですけど、全然わかんないですよね。事務所には所属はしていないんですけど、今このご時世ね、住所貸してくださって、手紙とかプレゼントを送り直してくれるっていう代行会社さんがいくつかありまして、そちらを利用させてもらっています。今チャットにですね、送りました。これをちょっと固定させてもらいます。これはお互い住所が非公開で送れますし、そうですね、食品以外のものも送っていただけるので、よかったらこちらをチェックしてもらえると嬉しいです。とても嬉しいコメントありがとうございます。私はギリシャ人です。日本語を勉強しています。あなたのビデオはとても役に立ちます。ありがとうございます。ありがとうございます。言ってくださってとっても嬉しいです。Your Japanese perfect ですね。とても美しい日本語を並べていただきありがとうございます。勉強頑張ってください。ひろぽんさん、ひろみさん、ありがとうございます。先ほどの話を聞いてだいぶ腑に落ちました。そう言ってくださってありがとうございます。杉尾のおじいちゃんをしていますか。Sorry but I don't know him. Back to the future の方が早いのに。そうなんですよ。でも私ね、これ見たことがなくて、なんとなく知ってるみたいなイメージしかなくって、そう。いつも癒されてます。ありがとうございます。スワローさん、ありがとうございます。長いものにはさ、逆にパーキンソン病の役をしたり、手の震えを笑いにしたり、素晴らしい方ですね。いやもう素晴らしい以外に言葉がないですよね。本当になんか私がその襲撃を受けたのが、その摩天楼はバラ色にっていうね、夢を持って田舎からカンザス州からニューヨークに来て、就職するぞって意気込むんですけど、もう最初から相手にされないところから話は始まって、ただ彼のキャラクターがどん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 チャレンジをさせて、最後はスカッとするようなコメディを見たんですよ。5、6年前かな。その時になんだこの役者はっていうね、私印象インパクトをすごい大きく受けたんですよね。それがバックトゥザフューチャーの主役の方だって結びつかなかったんですけど、ものすごい素敵な俳優さんだなって、もうほんと感動しちゃった映画だったんですよ。かなり古い映画ですけど。そしたらこの間ね、 YouTube でそんなまとめ動画が出てきて、ああ本当に素敵な素晴らしい人なんだなって、あの時圧巻された演技っていうのは彼の人柄とか人格者みたいなところが、心根っていうのが出てたんだろうなってすごい思いましたね。ぜひ皆さんも「摩天楼はバラ色に」っていう昔のその洋画って日本語に訳されちゃうじゃないですか、タイトルが。だから「摩天楼はバラ色に」っていうねタイトルはね、私全然違うと思うんですよね。これは英語タイトルなんだろうな。あ、The Secret of My Success って書いてある。だから、成功の秘密っていうね、現代なんですけど、なぜか、摩天楼はバラ色に、ニューヨークはバラ色にっていう、これ1987年に公開されたコメディ映画。私も生まれてないですけど、めちゃくちゃスカッとするんで、おすすめです。はい、ひろぽんさん、ちゃんこえみさん、
美穂さんも温かいメッセージありがとうございます。無理せず仕事が探し頑張ります。そしてください、もうね、頑張らなくていいです。本当に長いものにやさん、僕も大好きな母が若くして知能障害を負ったり、毒親育ちに苦しんでうつ病にも なり、46にして妻子持ちで家業を離れ、職探しして介護の仕事に出会いましたが、まだ確信まではいきませんが、母の障害から何らかの苦悩がこの介護の仕事につながっていたような気がします。今は苦しい時期でしょうが、上向く日があると思うので生きているだけでいいです。過去まだ寝てない、ね、寝ながらって言ってらっしゃったけど、力強いメッセージありがとうございます。なんかでも本当に私も最近、点と点はいつかつながるって言いますけど、なんかつながるどころかストーリー仕立てになってるんだな人生って、って思うようになってきたんですよ。まあそうやって思わないとやってられないっていうところがあるのかもしれないけどね。でもなんかうまいこと脚本ができてるような気がするんですよね。だから長いものにやさんもね、ご自身が書いていらっしゃいますけど、きっとそうなんじゃないかなってなんか思いますので、まあ体一番ね、考えて、健康が本当に一番大事なので、まだ始まったばっかりだと思うので、体調崩さないように頑張ってください。ひかるちゃんさん、ひろみさんの動画を毎日ながら寝ています。受験勉強の心の支えです。いつもありがとうございます。そう言ってくださってありがとうございます。その言葉が私の支えです。嬉しいです。勉強頑張ってください。ララクラッシュさん、ひろみさんこんばんは。明日もバイトで朝早いのでライブ聞きながら寝ます。おやすみなさい。メッセージありがとうございます。おやすみなさい。もう12時なのか、もう寝る方も多いかな。ももさんこんばんは。やっとお風呂も入って、ようやくぬいぐるみたちが癒してくれる寝室にたどり着きました。明日からまた寒くなるようなので、今日は白菜と豚肉のホイコーローかな、これを、よいしょ、ホイコーローでいいのかな、コーロー、ホイコーロー、ホイコーロー、はい、キノコをたっぷり使ったお鍋を作り置きしました。食後にはココアまでいただいて、体の中から心の中からほっこり、自分をたっぷり癒しながら、体調に気をつけながら、皆さん無理しすぎずに行きましょうね。ね、なんかさっき動物に癒されるって言いましたけど、食べ物にもね、癒される。だから私たちって結局命あるものに癒されるんだと思うんですよ。だから命感じるものをに触れると、それこそ自然とかね、動物とか食べ物とか、そういう、まあ、もちろん音楽も魂入ってると思いますし、まあ、全部そうなんだろうけれども、やっぱり命を感じるのに触れた瞬間に、やっぱりエネルギーをね、いただくようなね、気がしますね。ね、でもココア大好き。ココアって本当に食物繊維もあるし、体も温めてくれるので、私も明日ココア飲もう。クヨンさん、初見です。恋愛相談で悩んでいて、相談しても大丈夫ですか。ちょっとじゃあ来たので読みますね。彼女と最近喧嘩をしまして、小さいことで喧嘩をしました。喧嘩の際、自分がパニック障害とのこともあり、感情的になり強く言ってしまったことが原因で、余計に相手を不安にさせました。パニック障害のことも言っていなかったこともあり、距離を置くと言われましたが、今は普通にちゃんと交際してます。ただ同性の話だと、相手が一緒に住んだ時にまた強く言われるんじゃないかって不安があるみたいです。どうしたら相手を安心させれますか。今週は泊まり3日間あります。その際どういった行動をしたら相手も安心させられますか。もうこれはその、自分がどうして感情的になってしまったのかっていうことをちゃんと順序立てて言わなきゃいけないですね。子供もパートナーも部下も上司もみんなそうだと思うんですけど、行動がなぜ起こったのか、その行為とかその言葉がどうして出てしまったのかっていうのがわからないと、不安になるだけではなくって、
もうこの人何しでかすかわからないし、また辛いこと言われたくないからって言って気をね使っちゃうんですよね。で気を使うともう二度と同じように笑えなかったりとか、相手のことをやっぱり信頼できなかったりとかするんで、萎縮しちゃうんですよ相手が。だから原因が何なのかっていうのを相手が納得できる形までですね、言葉を尽くす以外ないと思います。であとはその中で多分出てくるでしょう、パニック障害っていうことに対してちゃんと分かりやすい説明をする。でその中でも自分はこういうところがトリガーになって怒れてしまうとか、こういうことが条件としてこういうのが揃うとつい感情的になっちゃうとか、でそれを伝えた上でこれから同じようなことがないようにこうしていくっていう対策を言うっていうことをセットにする以外ないんじゃないかなって思います。私もパニック障害ではないですけど、その適応障害で診断されてから数年間は本当に些細なことでストレスが溜まって、本当にこう情緒不安定に、まあ、それこそ出産もあったり産後の多分栄養が不足してたんですよね。私鉄が多分相当足りてなかったと思うんですけど、でそんな中環境の変化もあったりとかいろいろしてもう疲れてしまって、で息子も癇癪がひどくてとかいろんな条件が揃っちゃって、で自分も性格的にいろいろ完璧にしたいっていうタイプだから、あこれもできたあれもできてないのに、なんか子供がすごい癇癪でよくわからない、しかも1歳とか言葉も通じないじゃないですかって、夜泣きもある、乳腺炎でしんどいって、もういろんなことが10個ぐらい重なっちゃってわーってなったこととかもありましたけど、その時にその夫に必要のない言葉もかけてしまったこともあるんですよ。だけどその時自分がどうしたかっていうと、一人でカウンセリングを受けてちょっと冷静になる時間を設けて、あとはその食べ物だったりとか子供の関わり方、あ一人で抱え込んでいたのが良くなかったなっていうので、もう積極的に先生に、保育園の先生に相談をしたりとか、いろんなこう人に相談をする。子育ては自分では一人では絶対できないから周りに頼ろうとか、その自分を変えるっていうことをいろいろしたんですよね。でそれを夫に伝えました。私はこういうことでこういう性格だったり、こういうことがまだトラウマとして残っているから、こういうことが重なっちゃうともう本当に爆発をしちゃう。だけど同じことになりたくないし、もっと改善したいから、今回こういう話をカウンセラーさんに聞いて、でちょっと実践してみようと思うとか、もしストレスが溜まりそうになった時は事前に言うようにするねとか、あるいはその自分だけじゃなくて相手にしてほしいことを言っておく。例えばこういう時は肩をねちょっと撫でてほしいとか、私がいっぱいいっぱいだったら教えるからギュッと抱きしめてほしいとか、相手もどうしていいかわからないと思うので相手のアクションもちょっとお願いをしてみるとかね、そんな風に自分が変わる。だけど完璧には多分できないと思うから、こういう時はこうしてほしいとかね、外に出てってほしいとかね、自分が外に行くとかね、切れそうな時ちょっと外の空気吸うと楽になるから急に出ていくかもしれないけどびっくりしないでねとか、いろんなケースを考えて、とにかくもう言葉を尽くすしか方法はないと思います。で本当にあなたのことを思ってくれる人とかね、向き合ってくれる人だったら必ず、なんていうのかな、一回は向き合ってくれると思うので、ちゃんとちょっと自分の中でも整理をして、お互いが冷静に話せる時にお話しするのがいいんじゃないかなと思います。はい、元さんこんばんは。明日から3日間研修です。新しい知識を得るのは楽しいけど大変変だな。寝坊しないようにこれ聞きながら寝ますね。寒くなってきたのでご自愛くださいませ。おやすみなさい。もとさんありがとうございます。楽しいけど大変だなっていう、なんかその雰囲気がとても柔らかくて素敵だなと思いました。おやすみなさい。高木さんこんばんは。私はひろみさんのヘッドスパの ASMR が好きです。ありがとうございます。私もあれ大好きです。通りすがりのジャイアンツファンさん、今週月曜から土曜まで6連勤だから応援してほしいです。大変。
今じゃあ2日間、あと4日ですね。通りすがりのジャイアンツファンさん、毎日本当にお疲れ様です。あと4日間、あまり先のこと考えずにですね、いつも7割ぐらいの、6割ぐらいのパワーで頑張ってください。応援しています。魚民さん、すっぴんですか？お綺麗ですね。ありがとうございます。とすっぴんです。ちょっと今日結構近い顔を見せてしまって恥ずかしいんですけど、のぞみさん、恥ずかしいとか言いながら、今週出すメンバーシップ限定の動画はもうかわいそうなくらいドスピンです。これ出してメンバー減るんじゃないかなっていうくらいちょっとドスピンなんですけど、ぜひ音を楽しんでください。はい、のぞみさん、ひろみさんの動画を見て癒されている臨月の助産婦です。12月24日が予定日で1ヶ月を切ったので緊張してきました。応援してください。なんとクリスマスイブなんですね、予定日が。素敵。そっか、臨月もうなんかパンパンでね、寝返りも打てなくて大変だと思います。なんかでもいつの間にかね、終わってると思います。おさん、そんなことないのかな。私は思わぬですね、ことがあって、力んで産めなかったんですよ。力まずに産むってありえないんですけど、もうなんか練習して想定したことじゃないことが起きるので、あんまりなんか考えないのが一番いいんじゃないかなって思います。やるとしたらもうヨガとか呼吸法だけ、リラックスするってことはやっぱりすごい大事なので、それだけやるだけでいいんじゃないかなって。あとは本当に何が起こるかわからないから、予定日も来るかもしれないし、帝王切開になるかもしれないし、もう本当に何が起こるかわからない。とにかく母子ともに健康であることだけが一番の望みですので、どんな形でもいいから無事に生まれてきてねって、毎日こうお腹をねさすりながら言っとくのが一番いいような気がします。無事に生まれることをお祈りしています。魚民さん、すっぴんも綺麗なので大丈夫ですよ。ありがとうございます。あるさん、こんばんは。はじめまして。いつも動画を拝見させていただいています。今日も大学に行って勉強はサークルなどたくさん動いてきました。クリスマスの季節になり、周りにカップルが多く、少し切なくなる時もあります。笑い。ですが、私の恋愛のタイミングはきっと今じゃないんだ。切り替え、家族、友達と過ごしているこの時間を大切に、ひたすらに目の前のことに一生懸命取り組もうと思います。ひろみさん、大好きです。なんて前向きな素敵な方なんでしょうか。もうね、目の前のことに一生懸命やっていることが一番の魅力だし、一番運気が良くなる一番の方法だと思う。石を買うとか、なんか満月の日に財宝をこう振るとか、なんか聞いたことがあるんですけど、なんかこうよくわからない話を聞くとか、占いをしまくるとか、そんなんじゃなくって、目の前のことに向かって、その時自分ができることを一生懸命やるっていうことが、もう一番の運勢を良くする方法だと私は思いますし、必ずね、それはあなたの身となり魅力となりで、そこに気づく人が必ず出てくるので、もうおっしゃる通りだと思います。 R さん、そのままでいてください。メッセージありがとうございます。ももさん、ひろみさん、こんばんは。こんばんは。アイコンのワンちゃんかな？かわいいですね。ちょっと頭凝ってきたんで、これをさせてください。これヘッドマッサージの時にも使った、なんかここに磁石がねついてる、赤外線だったかな。なんか誰だっけ、井川遥さんもこれ同じやつ使ってるらしいです。アマゾンでね、2000円もしなかった、1000円もしなかったんじゃないかな。ちょっと急に変な音聞こえて びっくりしてるかもしれない。これすっごい気持ちいいんですよ。ああ、癒される。こういうね、癒される時間をね、ちょっとでもたくさん持つことがとても大事。じゃあちょっとコメントも止まったし、お時間もいい感じなので、今日はこの辺にしようかな。皆さん、今日もお付き合いいただきありがとうございました。寝れそうですか？よいしょ。を出しますね。はい、今日も皆様来てくださって
ありがとうございました。いつもいつも本当に本当にね、今日もたくさんコメントありましたけど、めっちゃ寒くなってきたんで、もう体が一番なので、こう無理しないように頑張ってくださいね。ひろみさん、韓国からのファンです。いつもひろみさんの穏やかな、かな、これなんて、宿女の宿、しとやかな、かしとやかなって表現で使ったことがなかった。あ、おしとやかで、そっか、しとやかな声のおかげでゆっくり眠ることができて、ぜひこの機会を通して感謝の言葉をお伝えしたく、これからも引き続きひろみさんの動画を楽しみにしてます。なんと、メロンパンさんかな、ありがとうございます。こんばんは、カムサムニーだ、めちゃくちゃきっぽいよ、嬉しいです、そう言ってくださって。しかもしとやかな声っていう表現がすごい素敵ですね。ちょっと使わせていただきます、これから。しとやか、ありがとうございます、とても励みになります、これからも頑張ります、ぜひ聞いてください。じゃあ皆さんもね、あったかくして寝てくださいね。また会えることを楽しみにしてます。今週の金曜日から LINE ミュージックのキャンペーンが始まるので、よかったら皆さんも聞いてみてください。音源はね、お母さんの寝かしつけなんですけど、ちょっといろいろアレンジをして聞きやすくなっていると思うので、よかったら聞いてください。じゃあ皆さん、またね、おやすみなさい。